それではただいまよりバイオテクノロジーセッション、バイオテクノロジーと未来の都市、遺伝子デザイン、微生物の可視化と生命のデザイン、都市の目には見えない生命体を始めさせていただきます。まずは当セッションにご登壇いただきますスピーカーの皆様をご紹介申し上げます。ワイル・コーネル・メディスン大学生理学・生物物理学准教授、クリストファー・メイソン様。株式会社オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ、ビジネス&テクニカル・アプリケーションマネージャー、宮本真理様。慶応義塾大学環境情報学部先端生命科学研究所准教授、荒川和治様。モレキュラーフローリスト、セバスチャン・コシオバ様です。それではメイソン様に当セッションのイントロダクションをお願いしたいと存じます。メイソン様、よろしくお願いいたします。Thank you very much. はい、ありがとうございます。皆様おはようございます。またこちらに来ることができて大変嬉しく思います。主催者の方々に感謝いたします。また淳さんに特にこのセッション企画に携われていただきましてありがとうございます。私の方から若干今日どんな話をするのか話をしたいと思います。今紹介もありましたけれども、この3人の素晴らしい科学者の方々とお話をすることができるのはとても嬉しいことです。で、今日お話をする中身ですが、私たちは今技術の革命の時代に来ています。今までにないほど素早く起こっているその革命であります。ご覧いただけますように、いわゆる計算のコストが下がっているということだけではなくて、いわゆるゲノム配列決定のコストもものすごく下がっているわけです。ということで1000ドルゲノムということが3年前言われて誰もが興奮をしました。すなわちヘルスケア向けに自分のゲノムのシーケンシングができると言われたわけですが、今年に入ってからもっと安くできるということが分かっています。100ドルのところに今近づいているということが分かります。自分の DNA あるいは他の人の DNA も含めてシーケンシングができる。例えば、都市全体のシーケンシングということを、それもできるということです。後でお話しますけれども、でこの調査の特に素晴らしいと思うところ、それは DNA の多くシーケンシングを椅子であれ皮膚であれ靴であれすると平均で半分は実はまだ未知のものである。ということで全く新しい発見であると、 DNA としてということです。でこれ今回に人類の歴史の中でこういう世界の半分しか分かってないというのは初めてのことではありません。マゼランが大航海入った時に1450年、こういった世界観しかなかった、すなわち世界一の半分しか分かんなかった、あとの半分は未知だったわけです。同じようなことが顕微鏡が発明された時に1673年同じことが起きています。すなわち突然それまで見られなかったものが見れたということです。ということで今日シーケンサー、これはナノポア後で紹介がありますけれども、これはまさに分子顕微鏡であって目に見えないものが可視化できるということが起きているということです。ということで簡単にイントロダクションさせていただきまして、私のプレゼンを始めさせていただきたいと思います。地下都市そして惑星間のメタゲノミクスの話をしたいと思います。ACGTというところから生命というのは一体どういうものなのか、特にこの宇宙に出るとどうなるのか、あるいはそれ以降ということを話したいと思います。さて我々が考えていることの一つ、人ゲノム、随分と長い旅に向けて今準備をしているということです。例えばがんを考えてみますと、通常の細胞が突然変異を起こして場合によってはそれががん化するということです。ですが
例えば遠いところに行く、火星まで行くということを考えたときに、他に何が起こりうるのかという問題があります。例えば病気、疾病、人の疾病、こういったことが起きるということが分かっています。しかし火星まで行くということを考えますと、他にもこの人の体の生物、あるいはマイクロバイオロジー考えなくてはならない、あるいはその他の技術も全部駆使してどうやって火星に到達するかを考えなくてはならない。で、火星が全ての栄養分を地球から吸い込んでいるように見えるかもしれませんけれども、そういう計画ではありません。そういったことを今考えているわけではない。これはあくまでもイメージですということで、ではこういう長期的な宇宙飛行をすると体には何が起きるのか、これが微生物、すなわち DNA、RNA、プロテインという順番で普通は考えます。でもこれではまだ不完全ですということで、我々はこれをさらに拡大をし、標準的な生物学の計測をまずエピゲノムということを見ています。すなわちエピゲノムというのは DNA を制御するものです。すなわち DNA をオンオフにするところがエピゲノムになります。で、赤いところ、これはメタグループといってメソグループといってもいいかもしれません。エピゲノムで、これが遺伝子を制御しているわけです。これはいわゆるこの生命が生まれた第1日、すなわち卵子と精子が一緒になる時にこれが変わるということになります。覚えていらっしゃるでしょうか。卵子と精子が見合った時には、出会った時には音楽が流れてという、とてもロマンチックな時でしたよね。覚えていらっしゃいますか。私はまず生まれた第3の瞬間、そうだったことを覚えています。で、卵子と精子が一緒になる。で、そうなりますと、こういったエピゲノムのマークを全部変えて青にしなくてはならない。メソグループをなしにしてエピゲノムのマークをゲノム全体に移さなくてはならない。一つの細胞があらゆる細胞になりうるというその万能細胞ということになります。これがエピゲノミクスの大原則になります。エピゲノムの力学というものがこの胎児の時には生まれるわけですが、受精卵では起きるわけですが、この3年で分かってきたのは他にも力学が働いている。例えば、この DNA のメチル化ということが時計のように動いている。そして、この時計のようにチクタクチクタク言いながら変わっていっているということです。で、これは私どものグループだけでなく他のグループでも確認をしています。例えば年齢をこれでかなり正確に知ることができるということです。椅子に DNA を残していく、あるいはこういった舞台上に置いていきますと、それを見ること、シーケンシングをするだけで年齢が分かってしまうということです。まあ、ここで皆さんに対してやることはしませんが、できるということです。で、これ非常に面白い意味があります。で、残っていた DNA のシーケンシングをする、で、年齢が分かるということになりますと、偽の ID を作ってもすぐバレてしまうということです。ビットコインでこれ支払うことができる、こういったフェイク ID を作れる、こういったサイトがあるんですけれども、例えばバーに行って入りたいと、でもエピゲノムの年齢を見るとあなたは18歳じゃないから入ることはできませんと言われるかもしれない。まだこれは現実になっていませんが、将来はこうなるかもしれない。これがエピゲノムの世界です。で、もう一つこの人に関連して関係というのはトランスクリプトーム、すなわち RA のレベルというところです。で、面白いのはここでも新たな遺伝子、人のゲノムのうちどれくらい変わってきているのかが分かってきているということです。すなわち遺伝子の数というのは、固定ではなくて、さらに1万の遺伝子がここ数年で見つかっているわけです。で、このペースでいきますと、20年後の都市、あるいは火星には20年後に行くということで、その時には10万遺伝子ぐらいになるかもしれないということで、面白いですね。こういったディスカバリーのプロセスがヒトゲノムの世界でもまだ続いているということです。もう一つはエピトランスクリプトムという新しい分野です。これはこの RA の後ろの制御のレベルになります。ここでも小さな RNA 上に科学的なマーカーがあるということです。例えば6メチルなどがあるということです。新しい分野です。で、これ全体で考えてみますと、
いわゆるこの生物学のドグマこうであると、もっと複雑だと思っている人もいるようですけれども、それよりも美しい、より美しく、より複雑なものである、そしてより正確であると私は考えています。火星まで行くということを考えますと、生物学のこういったレバー全部考えておく必要があると思います。これがヒト細胞です。ヒト細胞というのはこういった層があるわけですけれども、もちろん細胞他にもあります。いわゆる他者がいるわけです。人だけではない、ということで、これが人の細胞になります。細胞 の, その微生物の細胞がたくさんいるわけです。で、この細胞の民主主義ということを考えますと、実は人というのはマイノリティ、少数派になります。もう微生物にかなわないということで、もう微生物投票をしたらば向こうの勝ちということになります。2倍あるいは10倍、微生物細胞の方が多いという説があります。いずれにしても向こうの方が圧倒的に細胞の数では多いということで、質量で考えてましても、1キロぐらいは微生物の重さです。で、体各部いろいろなエコシステムのコロニーが出来上がっています。これはマイクロバイオムと呼ばれているものです。で、肥満ですとか、あるいはアボマンですとか、そのいろいろな疾病がこのマイクロバイオムによって示唆されております。もう一つ面白いのは、面白いところでこれが見つかっているということです。例えば、腫瘍の中である、すなわち、腫瘍が、治療に対して耐性を持つような、そういったものがあるということです。なので、抗生物質を取って、そしてそれから化学療法をしないといけないとか、あるいは分子を作って、それによって細胞が制御されてしまうということもある、あるいは場合によっては人間のためにやってくれる、すなわちお願いしなくても、きちんと体を守ってくれるということがあります。例えばこれは抗生物質、通常の、この、膣の中で、いろいろな入ってくる病原菌から守ってくるということになります。こういった分子が、この抗体となっているということです。これによって侵入してくれるバイ菌から守ってくれるということです。簡単に言うとですね。ということで、これがマイクロバイオムのスーパーパワーということになります。これが体を守ってくる。しかし微生物、都市レベルで考えると大抵みんなこういうことを考えてますよね。触りたくないと、もうバイ菌だらけだと、この地下鉄など手すりなど掴みたくもないと思うかもしれない、でも実を言うと、ペーパータオルの、この写真で言うとペーパータオルの穴の方が大きいんですね。ですからペーパータオル使っても何の役にも立たない。でもこの人は外科用の手袋をしてますので、この人の方がより守られていると言えるかもしれません。で、地下鉄マイクロバイオームに関心を持ったのは DNA、 ヒトゲノムとマッピングしないものがあるということで考えたわけです。2つ目の理由は娘を見ておりました。で、地下鉄に乗るようになった時に、この手すりを掴んで舐めちゃうと、手すりを、で、口に物を入れたりすると、砂ということを見まして、何がついているのかということで関心を持った。これについての文献はなかったので、ニューヨークの地下鉄一体何があるのかなということに関心を持ったということです。で、調査を始めました。で、分からないときにはやはり実験をするのがベストですということで、あちらこちらでスワブをして、この都市規模のメタゲノミクスということをしました。これはメトロプロームと呼ばれています。で、2年前に公表をしました。これは都市の遺伝子マップということになります。で、外に行くときに、これをスワブ、この拭いて、そして、場所と時間をきちんと把握しておく。そして DNA を抽出をし、分かっているゲノムとのマッピングをすると、そして定量化をするということをしました。どこにどれくらいあるかのマッピングをしたわけです。その結果、分かったのは半分ぐらいの DNA は未知のものであるということでした。すなわち、不思議な謎の DNA がニューヨークの地下鉄にはあったということです。でも分かっているもの、スーダモナスプティーダというものがあります。これはこの人間にいい、バクテリアです。毒素を解毒してくれるものなんですけれども、このマッピング、これはブラウジングすることができるんですけれども、分かりましたのは、この地下鉄というのは皮膚のバクテリアのようであるということが分かります。それから最大でも1万5000ぐらいの種が
この地下鉄にもあるということです。ニューヨークシティファクトということで、もうすでにこれは公表されているものです。あるいはアートミュージアムに行くとこれが今展示されています。もう一つデータで面白いと思うのは、いわゆる分子レベルでの痕跡エコーが見えるということです。で、都市の地区によってそこでしかない、この駅でしか見られないというものがあることが分かりました。例えばこの駅はハリケーンサンディで、この溢水してしまった、水に浸かったところです。ということで、この分子痕跡、やはり海水に浸かったという結果かどうかということを調べてみました。分かったのは、いわゆるその北極海あるいは南極海にしかいないような種が分かりました。魚で見つかる、これはこの金なんですけれども、これがこの壁で見つかっております。これがありますと、実は自殺防止にもなると言われているものなんですけれども、なのでおすすめはしませんけれども、この舐めると体にいいかもしれないということです。舐めるといいバクテリアが体内に取り込めるかもしれないということですね。でもう一つは、これはニューヨークで始めたんですけれども、グローバルでやったらどうかということを考えました。ということで、この遺伝的なシティということをニューヨークだけでなく世界的な都市でやったらどうなのか、いろんなコラボレーター、鈴木春夫さんそこにもいらっしゃいますけれども、あとコラボレーターとともに世界的にやってみました。メタサブということで、これを一つねエンジンとして、我々の周りに何があるのかということを調べたということです。75の都市でやりました。で、最も過密した、すなわちその地下鉄の乗降数ということではない、東京の方がずっとその数多いということで、東京ではミル&メリンダ・ゲイツ財団の協力を得てやっております。およそ1万3000のサンプルが今世界的に集まっております。スワープ調査です。で、1日で成果、地球全体をスワープできたらすごいですよね。ということで、これはグローバルサーベイデイということで、こうやって地球が回る中で、この日、ナイロン1枚で世界大きいので、地球全体をスワブ調査しているようなものですが、これはある1日決めてやっています。国際的なグローバルシティサンプリングデーということで、地図を作っております。で、これまで分かっておりますのは、それぞれの都市ユニークな、合成物質のプロフィールを持っているということです。5倍10倍も、抗生物質耐性マーカーがあるところが分かっています。どことは言いませんけれども、ということで、かなり、この耐性ということでは格差があることが分かっています。もう一つ、これは我々にとっても有益ですが、いわゆるツリーオブライフ、生命樹を拡大するということにも役立っています。実はもう3倍になっています。ということで、この ICF としてもそのランキングをすべきではないかと思います。最もユニークな遺伝子を持っている都市はどこなのか、すなわち全く新しい新規の遺伝子が見つかる可能性のある都市はどこなのかということでランキングをしたらいいんじゃないかというふうに思います。一つのアイデアです。で、この間の夏に実は最後に集まったのが先週なんですけれども、オリンピックの前、最中、後でサンプリングをしたということです。すなわち大勢の人が世界から集まった時にどうなるかということで、リオオリンピックの時にこれをやりました。東京オリンピックの時もぜひどなたかこれをやっていただければと思います。こういった国際的なイベントがあるとどうなるかということです。で、より大きくというのが今の話でした。今度はもっと早くできないのか、ナノシークエンスの一つだと思いますけれども、今年になって全員の電話 の会議参加者の電話をスワブし、そしてそこに何があるのかということをやりました。ぜひ来年の ICF でやっていただきたいと思うんですけれども、電話をスワブして、そしてそれを調べてみました。そしてこの徹夜でやりました。36時間でやる必要があったからです。で、解析をやって分かったのは、電話を見ることによって何をしてきたか、何を食べたかということが明らかになるかどうかということで、96のサンプルがありました。 94% も未知の DNA がある人が1人いました。もしかすると異星人が参加してたのかもしれません。バクテリア、あるいは
このお気に入りのものもありました。でもう一つ面白いトレンド、これはリンゴの DNA、私がコントロールとしてやったんです。リンゴを食べてやったらばリンゴが出ました。それからこのスカットさんはそのチップを こぼしたのでなった、この人はサラダを食べた、この人は牛の DNA があった、というのはこれはあの新品の、牛革のバッグを持ってたからであると。でこの人は非常に豚がたくさん出てきたと、あるいはオレンジが出てきたと。でオレンジ食べましたかと聞いたらば皮を剥いたところでしたということでした。でこの人は、豚の DNA がたくさんあった、ポークですかベーコンですかと聞いたらば、いやサンドイッチの写真を撮ったんです、携帯電話でということでした。ということでそれが残っていたということでした。それからこの皮膚に似ているようなものもたくさん見つかりました。それから犬を飼っている人も予測できました。犬を飼っている人、予測している人と実際かなりマッチングしました。ということで犬を持ってますかということ、 DNA 電話についている DNA を見ただけで分かるということです。それから抗生物質を飲んでいる人も分かりました。さらに今度はこれをもっと遠い距離でできるかということ、すなわち宇宙でもできるかというのが最後の2点になります。地球上だけではなくて惑星間という宇宙でもできるか、 NASA とやっています。ツインスタディという、この一卵性ソーセージの宇宙飛行士がいます。でまずやはり NASA のプロジェクトですから、こういうパッチを作る必要がある、こんなものができました。スコット・ケリー A さんが2015年に、宇宙に行って、そして、その ISS で1年間滞在をしているとということで、全てを測定しました。 DNA、エピゲネミクス、RNA、タンパク質、クロマチンなどなど、テルミアも、それから小分子などなど全部2年間にわたって継続しました。打ち上げる半年前と1年間宇宙空間にいるとき、それから帰ってきてからの6ヶ月ということです。でそれを見ることによって宇宙空間にいるときにどういうことが起きるのかということがわかるわけです。でこれ若田さんですけれども、他にも血液を、取るということもしています。採血をしています。宇宙大変ですね、というのをご覧いただできるように、この注射器などがきちんと固定できないんですけれども、これはこのチューブ一つだけではなくて、かなりいくつものチューブを無重力状態でもできるというのも、体の圧力によって血液が押し出されるからです。でそれをこのサンプル、このようにこのカザクさんに戻すことができると、そうすると宇宙からの血液サンプルが採集できると。でこれまで分かっている面白いこと、テルメアが短くなるのではなくて、実は宇宙空間では長くなるということが分かっています。地球よりも長くなっている、理由はまだ分かりません。テルメアのバイオロジーが随分と変わるんだと、遺伝子の発現系も変わるということです。ということで宇宙にいる間にこのケリー飛行士は少し背が高くなり少し若くなった、でも帰ってきたらば元に戻ったということで、高級的なものではありません。さて最後に、今度はこのシーケンシングも宇宙空間でできないか、地球に戻さなくてもできないかということで、 NASA ですからまたパッチを作ってもらいまして、これが、オックスフォンデナノポアと一緒にやったものです。まず無重力でもできるかどうかということで、パラボリックフライトシミュレーター、ボミットコメットと呼ばれてますけれども、無重力をシミュレートできるものです。でまずそこで試験をしてみました。で無重力になるとこのようにピペットなどがもうふわふわしてて大変なんですけれども、で無重力状態がこれシミュレートされています。飛行機の中でいろんなものが浮遊している、大変です。で最終的に全部落ちるということになります。これ同僚がやってくれたんですけれども、でも使えるということが分かりましたので、フローセルに入れて最初の試験はパスだったと、合格したということで、ナノポアももう打ち上げ準備完了ということで、夏にルービンス飛行士がもうフローセルの操作方法を学んで ISS に行き、そして補給のミッションもやり、夏には無重力でのシーケンシング1回目の試みがなされました。
で、この音楽をつけたのは NASA です。私ではありません。NASA の趣味です。ということで、うまくいったということが分かりました。夏、シーケンスをうちでできるということ。これゲノミクス、宇宙のゲノミクス時代の、この夜明けということになります。で、これが20億ということで、エピゲネゲノミクスもナノポアでできるということで、そして、こういったナノポアデータで修復していることが分かるということが分かります。これがペーパーになります。すなわち、この地球上でできたのではないサンプルからの最初のゲノムシーケンスがされたというものです。で、最後に今後ということを話したいと思います。デザイナーゲノミクスということで、今日のテーマにもなるかもしれません。ゲノムプロジェクトライトの私、アドバイザリーボードのメンバーをしております。すなわちゲノムのデザインをどうやっていくのかという次の時代の話ですね。で、生物学をどのくらい理解できているのかというのは、結局結果をどの程度予測できるかで決まるんだと言われています。すなわち、こういった表面宇宙スペーションでこういうのは使わなくていい、この人はできる、すなわち人の代わりにこれを変えるということができるということは分かっています。でも、人ゲノムを修飾するというのはどうなのか、この解出するというのはできるのか、それはもうできることは分かっているけれども、やっていいかどうかということです。医学的にそれが無害であるならば、そのアクションを取る必要があるということで、全米科学財団の方で、この遺伝子欠陥ということを修復する必要もあるんだと。例えば心臓疾患の場合、この損傷した遺伝子を治療するとか、あるいは不妊治療として、ということで、この遺伝子で、すなわち危険なところに行くときに遺伝子のレベルで身を守るということもできるんじゃないか。で、それは最初にやるのは宇宙飛行士ということになるでしょう。すなわち火星に行く前に、あらゆる保護策、その鎧を、遺伝的な鎧ということも含めて組み込むということです。そしてエピゲノムの変更というのを帰ってきてからやるですとか、あるいは、光合成の皮膚を作るということはできないか、計算をしました。最近どれくらいの皮膚がないと緑の皮膚はできないかということは、テニスコート、2面分の皮膚がないと、この光合成、すなわち太陽のエネルギーでいろいろとやるということはできないということが分かりました。ということで、現実的ではないんですけれども、2020年マースローバー計画ということがあります。で、そのロボットに何を載せるのかなど、いろいろと今研究が進んでいるということで、将来を考えたときに火星に人を送るということ、とても遠い話に思えるかもしれません。クレイジーに思えるかもしれません。でも、地球全体をモニターし、そして気候変動に対応するというようなこと、これはもうすでに地球上でやっていることなんです。なので、火星に行くというのは、天体としてはこれを試す2つ目の天体であるということになります。で、それほど遠い話ではないと思っているわけです。すなわち、その細胞 DNA でいくと数メートルあります。なので、これ全部積み上げると、実は火星に届く、この体の DNA を積み上げただけで、実は火星に行けるだけの長さがあるんです。ということで、より長期的な宇宙飛行士のモニタリングということが必要です。そして、すでに無重力状態でシーケンスができるということは分かっている。で、これをさらに数年続ければバクテリアのシーケンスもできる。そして ISS 上で診断もできるということになります。ということで、ラボの仲間に、それからスコット・ケリーさん、本当に文字通り血と涙と努力を貢献してくれたことに感謝したいと思います。これデススタートちょっと見えませんけれども、それからそのコラボレーターの皆さん、それから MIT のメディアラボ、このそれからコラボレーター JPL、 またファンディングは NASA、 その他から受けましたので感謝したいと思います。そして皆さんご清聴ありがとうございました。And then we'll save the questions. 質問については後でということで、あと3人の方のお話を聞いてからにしたいと思います。次は誰でしたっけ。じゃあお願いいたします。
続いては宮本様のプレゼンテーションをお聞きいただきます。よろしくお願いいたします。うまくいったんですけど。外してもらっていいですか。いろいろ立ち上げたままなってるんで。はい、でかな。はい、大変お待たせいたしました。私、オックスフォードナノポアの日本法人にて、マネージャーやっております、宮本と申します。本日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。先ほどですね、クリスの方から大変興味深いお話がありまして、その中に出てきました、非常に小型の小さなシーケンサー、宇宙で使われたミナイオン。こちらについて今日はですね、皆様にぜひ、詳しく知っていただきたいと思っております。まず、オックスフォードナノポアはですね、まあ、開発者を通し、設立した当初からですね、誰にでも、いつでも、どこでも、どんな生物でも解析ができるようにということをビジョンに掲げて製品開発をしております。最初はですね、研究目的の製品、そして現在ですね、その製品が、いろいろな、会社の中で企業様で使われたり、それから教育の分野でですね、使われたり、大学や高校の実習で使われたり、それからシチズンサイエンスと言われるような、一般の人々がサイエンスを自分でやるというような、ところでも利用が始まっています。そして製品をさらに小型化をして、ヘルスケアの分野、またバイオディフェンスといったような、バイオテロ対策などにも弊社の製品を使おうとされている方がいらっしゃいます。
オックスフォードナノパワーはですね、イギリスのオックスフォードに会社を、本社を置いておる会社になります。そして現在ですね、グローバルでは300名の社員がおりまして、だいたい250名が研究開発に携わっています。10年ほどですね、会社できてからずっと研究開発で製品を作っておりまして、昨年にようやくですね、製品の商品化を始めて、日本の方でも、会社をですね、法人化して作っているという状況になります。まず、原理ですね。ナノポアという名前のところからですね、非常に小さな、ナノポア膜タンパク質をですね、使った DNA のシーケンサーとなります。他とは少し、違っているので、少しゆっくりお話をいたします。この膜のですね、中に、このですね、膜をですね、中にナノポア、小さなですね、膜タンパク質を埋め込んでおります。そして、何か分子が通ることによって起きる電流変化、これらを、測定しています。で分子の通る、分子の形や大きさ、それらによる電流変化を測定していると。ですので DNA が AGTC、この分子が穴の中に入っていた時に得られる、ローデータというのが、波形のデータ、電流のですね、波形のデータになっています。この波形のデータを使って、それからディープラーニングを使ってですね、AGTC へ変換するといったのが、基本的な原理となっています。ですのでポイントとなるのは、分子そのものを見ているということ。他のですね、DNA シーケンサー等ですと、何か DNA についた蛍光物質であったりということで、直接見ているわけではなく、それが私たちの DNA シーケンサーでは直接分子を見ることができるようになっている。ですので先ほどクリスの話にあった何かエピジェネディスク、収縮のようなものを見る場合にもその形そのものをダイレクトに見ることができる。これが一つ大きな特徴になっています。そして何か穴の中に分子が入れば測定できるわけですけれども、ただ単純にですね、待っているわけではなくて、より効率的に分子を通すことができるように、DNA に前準備をして、DNA をですね、そのスピードをコントロールできるようなモータープロテインですね、モータープロテインを DNA の末端につける。そしてそれがナノパワーの中にストランドを押し込んでいって、そして一定の速度できちんと DNA のストランドを中に入れていくということが可能になっています。ですので我々の研究開発の対象はこのポイントとなるナノポアだけではなくて、膜タンパク質やその他実験に関わる様々な条件をですね、細かく検討して、製品化につなげていると。そしてこのナノポア一つだけで、シーケンスをするのではなくて、これを大量にですね、埋め込んで、そして個々のナノポアを一つ一つコントロールできるように、電流の、波形データを別々にコントロールして、シーケンスを行っているというものになります。簡単にですね、DNA シーケンスの流れ、これは非常に一般的なものになりますが、まず何かサンプルから、クリスが言ったようにですね、もう世界中、あちこちに DNA があります。マイクロ、微生物もそうですし、私たちもそうですし、いろんなところにですね、生物が存在していて、それはすべてゲノム、DNA を持っているわけです。それを取り出して、ナノパワーの穴に入るような準備をして、それからシーケンス、そしてその後、その波形データを AGTC へ変換して、それがどういう意味を持っているのか、というのをさらなる解析の方法、さまざまな解析のツールを使って行うという流れになります。そしてこのミナイオンですね、先ほど少しビデオですとか写真にもあったように、非常に小さい手のひらサイズ、今日ですね、実際実物の方を持ってきています。皆さんがですね、注文されるとこういった小さな箱が、FedEx でお手元に届きます。箱を開けていただくと、こういった、ミナイオン本体ですね、本体の中に消耗品となるフローセルといったものが入っています。先ほどのですね、前処理が終わったものをペットでアプライする。それで DNA のシーケンスを行うことができます。中には USB ケーブルが入っていまして、コンピューターにつなげて、コンピューターの方からシーケンスを制御するようになります。従来 DNA シーケンスですと、誰か専門の人がですね、やってきて、設置をしてという流れなんですけれども、我々の DNA シーケンサーはもうお届けしてすぐ皆さんが設置できるような簡単なものになっています。このようにですね、非常にまあコンピューターで全て制御できるようになっています。DNA シーケンサーですね、我々が開発を始めた一番最初の時は非常にですね、少ない量のゲノム、DNA の情報しか取ることができませんでした。開発当初はですね、300メガ、人のゲノムがまあ3ギガと言われていますので、それよりもはるかにすごく少ない量しかできませんでした。これが2014年。そして今ですね、お客様のお手元で最高の記録というのが16ギガ、人のゲノムが3ギガベースですので、非常に大量の情報をこの一つ
つの一回のランでですね、実行できるようになったということが、皆さん、イメージできるかと思います。そして、この、開発の方はですね、まあ、もちろん、この精度もですね、2014年、製品化をしてからですね、徐々に上がってきて、特に昨年からですね、急速に、いろいろな変化によってですね、精度も上がっていますし、それからスループット、1回のランでどれだけの配列を、情報を読み取れるかといったところもですね、大幅に改良されています。そして実際にですね、我々のお客様がですね、まあツイッターなどで、まあ、こんないい結果が出た、こんなスループットたくさん出たといったことを、つぶやいてくださっています。そして、データの精度ですね、やはりこの非常に小型のシーケンサーが出た、2014年、15年、私もそうですが、みんなですね、わあ、これはすごいと。おそらく DNA シーケンサーを、直に見るということも、あまり皆さんない機会かと思います。それだけ DNA シーケンサーというのは、非常に限られた人に、がですね、使える、まあ、非常に大きな装置、まあ、大きな冷蔵庫ぐらいの、まあ、装置になるかと思うんですけれども、ですので非常に小型なシーケンサーが出たということで、まあ、みんなが注目をしました。で、ただその当初はですね、まだまだ、そこまでの精度や、それからデータ量が出てこないということで、もう少し時間かかるんじゃないか。そしてですね、開発をどんどん進めまして、ナノパワーもどんどん新しいバージョン、それから、以前はですね、まあ、隠れマルコフモデルといった、ベースコーラ、波形データから AGTCA の変換のアルゴリズムだったものが、昨年にですね、リカラントニューラルネットワークというディープラーニングへ、改良することで精度を上げることができまして、最新の、バージョンでは、モータープロテイン、そのスピードをコントロールしているタンパク質などの改良によって非常に早く DNA を、中に押し込むことができるようになりました。それで、スループットが大幅に向上しているということになっています。そして、データ解析ですね、こちらの方コンピューターにつないで波形データを AGTC といったところへ変換するまでは、お手元のコンピューターで行っていただいて、その後は、様々なニーズに合わせて、解析の、環境を用意しています。こちらですね、ナノポアのデータの一つの特徴がリアルタイムでデータが出てくると。こういったですね、配列やゲノムの情報をリアルタイムで出て、まあ、何が嬉しいんだろうと。なぜリアルタイムでデータが欲しいのか。今これがですね、行っているのは、リアルタイムでのバクテリアの種の同定ですね。こういったものをリアルタイムで、出てきたデータをリアルタイムでデータベースに照らし合わせていく。特にですね、感染症などの原因菌を早く特定したい。これはインフルエンザの菌なのか、サルモネラなのか。インフルエンザだとしたら、どのインフルエンザなのか。薬が効くものなのか、効かないものなのか。そういった情報をいち早く知ることで、お医者さんの方はですね、次の抗生物質を打つまでの時間に、どの抗生物質が最適なのかということを、見つけることができる。ですので、リアルタイムでデータ解析ができることでのメリットというのが、非常に、そういった感染症やアウトブレイクなども現場では、求められています。そして、最近ではですね、菌がですね、いろいろな抗菌剤への耐性、いろいろな薬を打つんですけれども、菌も非常に速い速度で変わっていきます。皆さんインフルエンザのワクチンを毎年打っているので、それだけですね、菌が非常に変化をしてどんどん強くなっていくと。そうすると、いち早くその菌が抗菌剤に耐性を持っているのかどうかというあらかじめ知った上で、治療方針を決めたり、抗生物質を決めるということが非常に重要になってきます。そういったものも、解析ができる、プラットフォームの方を弊社の方でも提供しております。そして、ダイレクト RNA、クリスのスライドにもありましたように、DNA、まあ、ゲノムの情報、設計図などもですね、それから RNA ができて、タンパク質ができる。で、それ実際に体の中で、まあ、紙を作っているタンパク質の、細胞では、紙を作るための、RNA が出ていると。その RNA を直接知るということが非常に、機能を知る上で重要なポイントとなってきます。そしてこれまでの技術ですと、その RNA を RNA として読むということが非常に難しかった。RNA は非常に安定性が悪く、一本差の状態なんですが、弊社の技術、先ほど話したように直接文章を読むことができるというものを使って、きっとですね、使うことで、DNA の分、RNA の分子をそのまま読むことができます。そして RNA も DNA と同様にモディフィケーション、修飾がかかっています。この修飾によって発現が変わってきたり、ですので、これまでは DNA、RNA を cDNA といった DNA に変換してしまうことで見落としていた情報を、この技術を使って初めて直接見ることができそうだという段階になってきています。
そして、ファウンダーの人たちが、掲げていた誰でも使えるようにということで、価格もですね、非常に高いものではなく、誰でも買える値段にするべきだということで、スターターパックというものを用意しています。スターターパックというものを購入いただきますと、本体と、消耗品、それから試薬が入って1000ドルという価格、でご利用いただくことができるようになっています。こういった、価格をですね、誰にでもアクセスできるような値段に設定することで、シチズンサイエンスと言われるような方々にも、使っていただけたり、学生実習でも使うことができたり、昨日もですね、私はちょうどお客様と、学生実習のですね、プランを話をして、どういうサンプルをやったら面白いのかっていうようなことを、実際に大学の、方と話をしていました。そして RNA についても同様にスターターパックが用意されています。そしてこの手のひらサイズのですね、小さなシーケンサーミナイオンを使ってどういうことができるのか、小さいデータ、DNA シーケンサーから小さいことしかできないのかなと思われるかもしれないんですけれども、すでにですね、人のゲノムをこの、シーケンサーだけで読んでしまう。もちろん何本かの、消耗品を使ってはいるんですけれども、人ゲノムすべてを、この小さい DNA シーケンサーだけで読んでしまうというプロジェクトはすでに行われておりまして、こういったようにその結果も、報告されています。この染色体の黒とグレーになっているところが、ミナイオンのデータをつないでカバーできた領域になっていますので、どれだけたくさんの情報方法を見ないような結果からカバーできているか見ていただくことができるかと思います。そして植物もですね、トマトゲノム。意外にですね、植物、この後セバスチャンの話でもありますが、植物のゲノムというのはまだまだ解析されていません。皆様が思う以上に非常に大きなレタスのゲノムですとか、クリスマスツリーのゲノム、そういったものは実は人のゲノムより何倍も、何十倍も大きいものになっています。それだけは非常に難しいんですが、みんなが毎日食べるものですので、こういったトマトや植物、食べるものですね、ゲノムをきちっと解明をして、その種類によって、病気に強くなったり、それからどの場所でもですね、うまく育てられるようにといったことを解明するために、基本的なゲノムを読む、理解するということは非常に重要なポイントになってきます。そして先ほどお話したように感染症、こちらもすでにですね、論文になっていまして、結核菌をその日のうちに検出すると。で、他の様々なですね、検出方法などでは、1日以上かかっていたり、こちら弊社の昔の技術、バージョンとも比較をしていますが、スループットが上がることでですね、その日のうちに解析ができるように、その日のうちに何の菌なのかが分かるようになったといったようなことも報告されています。そして、アラピトプシスといった植物のゲノム。それからですね、他の、プラットフォームと RNA の結果を比較をしたり、ミナイオンの結果を既にですね、よく使われているものと比較をしても 0.9 以上の相関が見られるといったことが報告されています。そして同じように、もうできるだけ早くですね、診断をしたい、治療方針を決めたいといったようなことで、こちらは脳腫瘍のデータについて、その日のうちに診断、ゲノムの情報やエピゲノミクスの情報を得ることができたといったことが報告されています。そして、この小さいゲノムの DNA シーケンサーも、非常にハンディで使いやすいんですけれども、たくさんのですね、ゲノムをやはり、扱いたいという人たちのために、同じケミストリーで、同じ、大型のシーケンサーを用意しています。で、こちらですと、このミナイオンで大体10ギガ程度のデータが出るものが、こちらですと10ギガベースの、50ギガベースのデータが出てきます。このフローセルが、48個並列に並んだ大量なものになっています。そしてその中型の、もう少しミドルサイズのもの、こういったものも、用意をして、販売を開始しております。国内にも、これから納品していく予定になっています。そして、我々が開発しているものはこのシーケンサーの他にも言いますか関連するものをいろいろと、開発しています。ボルトラックスというものがですね、DNA の、前処理、DNA の処理、シーケンスに、載せるための処理をするものになっています。どうしてこういうものが必要なのか。私たちのですね、製品キットを使うと、最短で10分程度で前処理が終わるようにはなっていますが、例えばフィールドでシーケンスをする、先ほどの宇宙のように、宇宙だけではなくて、本当にですね、アフリカに行ってシーケンスをする人もいますし、インドネシアに行ってシーケンスをしたり、あちこちで現場で DNA のシーケンスをしようとなると、前処理をできるだけ簡単に自動化できるように。これも手のひらサイズの非常に小さなものになっています。そしてですね、データ解析もなるべく、簡単に、現場でできるようにということで、実際ですね、その波形データから AGTC へ変換するといったのは、かなりの、計算量が必要になってきますので、それを、なるべく小さい、
荷物でできるようにということで、ここで FPGA のですね、ボードを入れて、ベースコール、波形データから AGTC の変換を行うことで、現場でのシーケンスがもっとやりやすくなるのではないかといったようなところを、開発を進めております。そしてこちらの方は、ランニングコストを下げるための新しいタイプのフローセル。そしてですね、こちらは非常に、さらなる小型化を、行っていると言いましたが、このように携帯電話につけてですね、全く同じ原理で非常に小さなフローセル、先ほど話したようにナノポアの数を何個乗せるかといったようなことをこちらでもデザインできるようになっていますので、製品を非常に小型化をして、もうフィールドに持って行って、DNA 抽出などのところも現在開発の方を進めておりますので、誰でも簡単に自分の唾や血液、尿などから DNA を抽出できて、シーケンスをできて、もう携帯のアプリで見れるような時代が本当にすぐそこまで来ているといった状態になっています。そして、実際にですね、ファウンダーの人たちが、ビジョンとして掲げていた、いつでもどこでもといったもの、これがですね、実際にもう現実として起こり始めていると。クリスのスライドにもありましたように、すでに宇宙では、DNA のシーケンサーミナイオンを使って、シーケンスが行われています。インディゴ V という、プランでは、ヨットにですね、様々な機材を積み込んで、あちこちの海を、旅しながら、シーケンスをしている。そして、こちらのはですね、アフリカでエボラウイルスが発生したときに、アフリカの方にですね、シーケンサーを送って、その現場でシーケンスをする。危ない DNA ですが、ウイルスをそのまま国外に持ち出したりすることはできませんので、そういった、現場でのシーケンスをする。そしてこれは NASA でですね、潜水艦の中でシーケンスをしていたり、こちらはですね、南極で1万年雨が降らないようなところでどんな微生物がいるのか、その場でシーケンスをできるんじゃないかといったことでですね、ミナイオンを持って南極でシーケンスを実際に行われて、こちらもすでに論文になっています。そして、こちらはですね、ジカウイルスが起こった時ですね、その時にイギリスの研究者たちが、バーンに必要な機材をすべて詰め込んで、ブラジルを回って蚊を吸い潰して、シーケンスをしたと。そして、こちらはアマゾンの、ジャングルの中で、カエルの種の童貞をやったりと。すべてですね、これ実際のお客様の、写真になっています。いつでもどこでもといったことが、すでに起こり始めていると、いった状況になっています。DNA をですのシーケンサーをこんなに小さくして、こんなにですね、指キタスにしてどうするんだと、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、コンピューターのですね、技術革新の歴史を見ていただくと、コンピューターは昔は非常に大きくて、特別な人たちだけが使える特別なものでした。それが誰でも、一人一台という時代になってきて、そして携帯で使えるようになってきて、でさらにはウェアラブルというような形で、Apple Watch のようなですね、まあ、携帯、ものでですね、メールもチェックできるようになってきていると。だんだんとですね、DNA シーケンサーも同じような歴史をたどっていると。昔は非常に大型で、皆さんが目にすることもないようなものだったものが、どんどん小型化されていって、どんどん個人で使えるようになって、そして、もうウェアラブル、それをつけている、使っているということすら気づかないようなところで、ゲノムの情報を使っていく、利活用していくという時代が、もう本当に、すぐここまで、そこまで来ていると、いった状況になっております。ぜひですね、今日は様々な分野の方がですね、こちらにいらっしゃっていると思いますので、テクノロジーをですね、いろいろな形で、いろいろなフィールドで使っていただいて、新しいメリットを生み出していただければと思っております。非常に簡単になりましたが、本日私の話ここまでとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。質問は Q&A のところで出していただければと思います。次に荒川和也さんご紹介いたします。ご登壇ください。この人工合成の雲の糸のアップデートをいただきます。でもしかするととんでもない昆虫がカフェテリアとかそういうものが見つかった時にはシーケンシングをするとそれが一体何なのかと分かると思います。富士塾の荒川と申します。よろしくお願いします。私普段山形県鶴岡市の方で、研究しているんですけども、まあ、こちらの方で、雲の話をさせていただくことになります。で毎回六本木ヒルズに来るとですねワクワクするわけですよね。この建物とかこの辺の都市環境というのが非常に僕たちが子供の頃にイメージしてた未来の、都市環境に非常に
常に近いような感じがしていて、ワクワクするというのがまず一つなんですけども、まあ、もう一個はですね、ここに入るときに、いつも目にするものというのが、まあ私の研究対象であるので非常にワクワクするわけです。それが、多分入り口で皆さんご覧になっていると思いますけども、このブルジョワさんの雲のオブジェですね。まあ、なんか、機械だというような意見が、出たりとかすることもありますけども、やっぱりすごいインパクトがあって、で、これが、この未来的な都市環境の目の前にあるというところで、何かしらそういう有機的なものと未来的なものの調和みたいなものが、感じ取れるので、まあ、どういう意図があって、これが設置されているのか私は、知りませんけれども、まあ、大変その六本木ヒルズの、目印になるような素晴らしいオブジェだというふうに思います。で、この雲の研究の話を、今日はさせていただきたいと思います。でちょっとステップを離れてですね、今の日本の川技術計画がどうなっているかというところのお話をしたいと思いますけれども、こちら経団連さんの、資料で、今の第5期の川技術基本計画の、ベースになっているような、資料になります。で、これからですね、日本とか世界がどういう科学発展をしていくかということを、まあ、真剣に国として取り組むときに、今こういう道筋があるということが考えられているわけなんですが、まあ、そもそも人類の歩みを見たときに、もともと我々というのはその石器時代に、狩猟社会でした。で、そのときには、基本的にはその環境にあるものというものを、取って生活していくということがメインだったんですけども、そこが農耕社会に変わっていくことによって、その場所に定住してですね、農業を営むことによって社会を発展させることができるようになってきたと。で、まあ、そこからまただいぶジャンプしますけども、インダストリアルレボリューションがありまして産業革命が起こりましてその段階で僕らは機械とかそういったものを制御することができるようになる。エネルギーもたくさん使えるようになるということで、まあ、社会的なものは激変していって、今は情報化社会にあるというふうに、この図では書かれています。まあ、インターネットとかそういったコミュニケーションが発達していてですね、コンピューターによって、知能に関するような部分というのも、発展してきて、まあ、非常に社会の枠組みというのが変わってきたと、グローバルになってきたということになります。じゃあ、この次に、僕ら人類が次のステップに向かうためにどうしたらいいのかということを、この基本計画の中では考えているわけなんですけども、まあ、例えば AI であったりとか、ナノテクノロジーであったりとか、そういうようなものによって、まあ、より進歩したスマートな社会に、人類が進むべきであろうということを、言われています。で、一つ考えなければいけないのが、何がこれらのドライビングフォースだったのかというところに、なるかと思います。で、私はですね、常々これを考えるときに、各こういった社会革命が起きたときには、必ずですね、マテリアルの変化を伴っていたなというふうに、考えているわけです。というのはもともと僕らが石器とか動物の骨とか木材とかを使ってやっていた社会からですね、農耕社会に移るときに非常に大きな役割を果たしたのが青銅器の使用です。その農具を、鉄とか青銅器とか強いマテリアルを使うことによって非常に効率よく畑を耕したりとかそういうようなことができるようになってきたと。で、その次に産業革命が起きるときにもですね、産業革命はもちろん、水蒸気の、エンジンの発明だったりとか、石炭の利用であったりとか、そういうエネルギーとか技術の革新があるんですが、まあ、最近非常に社会的に言われているのは、その前のですね、18世紀の初頭に起きた鉄の精錬技術の発達によって、産業革命というのは非常にドライブされたということが言われています。で、もちろん情報化社会においては、半導体ですね、半導体セラミックスの、開発によって非常にこういったものがドライブされてきたと。そうすると、おのずとですね、次の社会革命を起こすためには、何かしら新しいデバイス、新しいマテリアルを作らなければいけないということになるかと思います。じゃあそれは一体何なのかということを考えなければいけません。で、同時に僕らの社会というのは非常に発展してきた中で、まあ、どん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 資源を使ってきているわけですね。で、人口もどんどん増えてきているというときに、物事の、サステイナビリティという持続可能性というものを考えなければいけなくなってきています。で、よく言われるのがエネルギーで、こちらの上にあるような石油が枯渇するという話はもうよく、皆さん聞かれていると思いますし、まあ、そのためのオルタナティブエネルギー、代替エネルギーというものも、発展してきています。例えば太陽光エネルギーだったりとか、風力発電だったりとか、自然エネルギーというものの利用が進んできています。でも、このエネルギーよりも前に、実は、僕らが使っているマテリアルの方が早く枯渇するだろうということが予測として出されています。例えばレアメタルである、イリジウムだったりとか、ジンク、シルバー、そういったようなものっていうものは、エネルギーの、枯渇よりも先に来るだろうというふうに言われています。ということで、僕ら社会がですね、これから安定して発展していくためにはですね、僕らが手にしていないような新しいマテリアルを作ることと同時に、再生可能で維持可能な持続可能なマテリアルというものを作らなければいけないと。で、そのための解決策として僕らは蜘蛛の糸というものが使えるんじゃないかなというふうに、考えています。で、蜘蛛の糸というのはですね、非常に面白い性質を持っていて、まあ、まず、とても強いです。
で、鋼の4倍ぐらい強いというふうに、言われています。で、これちょっと直感に反するかもしれません。皆さん子供の頃森の中とか散歩していて蜘蛛の糸にこう引っかかっちゃうことってあると思うんですけど、まあ、手で払ったら取れますよね。で、そうすると鉄なんかよりも弱いんじゃないかと思うかもしれませんが、針金とかをねイメージしてもらうと分かりやすいんですが、針金って出てきますけども曲げられますよね。で、針金だいたい厚さが1ミリぐらいの直径になってますけども、蜘蛛の糸って、非常に繊細で、10ミクロンぐらいの直径になってます。なので針金がもし10ミクロンだったら切れるというのは皆さん想像できるかと思いますが、そういうようにですね、密度の面から見ると鋼の4倍強い、ものになっています。で、非常に面白いことにさらに伸びるんですね。で、ナイロンよりも伸縮性があります。で、このような強さと伸縮性を兼ね揃えた素材っていうものは人類がまだ、利用したことがないような素材になっていてですね、物理科学の中では、こういった素材のことをタフネスというふうに言うんですけども、タフネスの高いマテリアルとしてはクモ糸は、我々まだ人類が、手にしたことないような物性を持っています。で、さらにこれは熱安定性があって、もちろん、クモが作っているものですから僕らの体とかと同じようにタンパク質でできていて、つまり生物によって再生可能な素材であるということになります。これが今まで僕ら人類が、かつて利用してきた全てのマテリアルを、表現できる、図になっていますけれども、縦軸に強度、横軸に伸縮性を取ってあげると、鉄とか、他にもっと最近現代使われている強いものですと炭素繊維だったりとかアラミドファイバー、これケプラ材としての名前の方が有名かもしれませんが、防弾チョッキとかに使われている繊維ですね、っていうのは非常に強くて硬いんですけども伸びないような素材で、青の領域に、代表されるようなものになります。一方で僕らの洋服に使われているようなナイロンだったりとかゴムとかっていうような製品は伸びるんですが、そんなに強くないわけですね。そういったものがこの赤の領域にあります。なので僕らまだその人類が活用できてない物性として、この真ん中の広大なスペース、伸縮性と強度を兼ね揃えたような素材というものが、まだ使えてないわけなんですが、ここにクモ糸が属します。で、このタフネスという値というのはこの両方の値、強度と伸縮性の、グラフで表されたところの面積がタフネスという値になるんですが、このタフネスが高いような物質というものを、使っていかなきゃいけないわけです。で、まあ、そのタフネスが高いとどういうメリットがあるとかっていうのを思考実験するとこうなるんですが、もし仮に直径1センチメートルの蜘蛛糸をですね、幅500メートルにわたって巣として張り巡らせることができれば、そこに飛んでくるジャンボジェットを受け止められるだろうということになります。で、もしこれが鉄でできていたらしなりませんので、衝撃を吸収できなくて、まあ、ジェットと一緒に、ぐしゃっと潰れてしまうか、あるいはこのクモの巣がどこか壁につながっているはずなんで、その壁につながっているところを引き剥がしてしまって巣ごと飛行機が、押していってしまうということになります。で、ナイロンでできていたら、しなるんですけども、まあ、強度がないんで飛行機が突き破って飛んでいってしまうわけですね。で、思考実験だとなかなかちょっと納得いただけないかと思うんで、実際の例も、お見せしますが、こちら実際のですね、炭素繊維とポリエステルとクモの糸というものを、例にして、実験しています。で、ポリエステルは皆さんも普段着ておられると思いますけれども、石油由来に作られたような、伸縮性のある糸になります。で、炭素繊維は鉄なんかよりも軽さとか強さが要求されるロケットの表面だったりとか飛行機のボディなんかに使われるもので、まあ、非常に強い、まあ、現代の、非常に有望なマテリアルですね。で、これを、棒の間に張り巡らせまして、真ん中に重りをかけていきます。で、そうしますと、驚くことですね、まあ、実は非常に強そうなこの炭素繊維が先に切れてしまいます。ここでパシッと、次のところで切れますけれども、ここで切れますね。で、ポリエステルは、たわむので、実はこれ力が3点に分散されることによってもう少し、耐えるんですが、まあ、最終的にはクモ糸だけが、この先を耐えることができるということになります。じゃあ、この素晴らしいクモ糸をですね、実際に作って僕らの社会に、応用できるかというところに、取り組んでいるのが、我々の研究所から、スピンオフしましたスパイバーというベンチャー企業で、これ僕らの後輩たちが、非常に頑張って、作ってやっている会社なんですけども、まあ、彼らが、これを微生物発酵によって作るということに、成功しています。どういうことかというと、クモの糸の、タンパク質というのはもちろん遺伝子があって、クモの糸になっているわけなんですが、そのクモの糸の遺伝子を、微生物に入れ込んであげて、クモじゃなくて微生物に作らせることによって発酵プロセスで、お酒とか作るのと同じような感じでたくさんそのどん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 タンパク質を作っていてですね、でそれを例えばこういった繊維にして、
実用化していくということをやっています。で、実際、すでにですね、タフネスで言うと、天然の雲の、一部を凌駕するような性能というのを出していまして、で、さらにいいことに、こういったものというのはタンパク質として作っているので、雲の糸みたいに繊維にするだけではなくてですね、フィルムにしたり、シートにしたりとか、あるいはゲルにしたりとかすることができます。要するに、これはタンパク質由来のプラスチックを作っているようなもので、しかもプラスチックよりもよっぽど物性の強いようなものというのを、作れているような状況です。で、ちょっと次にビデオをお見せしようかと思ったんですけど、時間の関係でちょっとこれ飛ばしますね。まあ、というわけで、彼らはですね、実際に、ね、ノースペースのアパレルブランドなんかと組んでですね、こういうプロトタイプを作っていたり、レクサスと一緒に組んで、これは去年のモーターショー、パリのモーターショーで、展示されたものですけども、こんな素晴らしいシートの、この背中の、部分に、雲糸を織り込んだような、物質を使っていて、まあ、そうしますと、衝撃吸収性がありながら非常に耐えられるような、シートを作ることができるということで、実際にプロトタイプを、作り始めています。これもデザインなんかも非常に、凝っている、ものなんですけども、まあ、一般用にではですね、僕がつけている今このネクタイ、これ実は雲糸でできているものなんですが、まあ、こういうようなものも、こんなね、かっこいいものだけでなくて、日常的なものも、作るような、ことができるような段階になっています。じゃあ、これをさらに発展していくためには、どういうことをしなきゃいけないかというと、今はですね、天然の雲糸を真似て、それを実際に微生物に作らせるということができるようになってきたわけなんですが、まあ、さらなる人類が発展していくためにはですね、これを任意デザインできるようになると、まあ、よりすごいことができるだろうなというふうに考えられます。で、実際ですね、雲を見ますと、雲っていうのは一匹の雲で、いろんな種類の糸を作ることができるということが、わかります。例えばですね、このジョロウグモというのは7種類の雲糸を作ることができるんですが、一番上にあるのが、牽引糸っていう雲が移動するときに、出す糸です。これはスパイダーマンがですね、ビルの間飛び回ってるときに出してる糸だと思ってもらうといいと思いますが、雲が移動するときに出す糸で、これはテコの原理でですね、自分の重さを振り回すようなときに使うものなんで、ものすごく強度が強いです。で、先ほどのグラフで見ると、このY 軸方向に、強さの方向に、物性が伸びているのが分かるかと思います。一方で、獲物を捕まえる、このスパイラルだったりとか、横糸の部分というのは、衝撃を吸収する必要があるので、伸縮性の方が強いわけですね。で、強度はそこまでないんですけども、伸縮性が非常に高いと。で、卵の殻を守るようなものっていうのも、これクッション材になるものなんで、非常に伸縮性が高いと。で、こういうような、強いものから伸びるものまで、幅広い物性を持つ雲糸というのが、もともとは、これ単一起源なんですね。というのは、3億8000万年前ぐらいに地球上に初めて雲が誕生したんですけど、その時雲は1個の糸しか作れなかったんです。それが進化の過程で、ちょっとずつちょっとずつアミノ酸配列が変わっていって、これだけいろんな物性を持てるようになったと。じゃあ、これを逆に辿ってあげてですね、今世界中に4万5000種類雲がいますけども、この4万5000種類の雲の遺伝子の配列と物性というのを全部調べてあげて、バックトラックしていく。で、雲がどん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 分化していってるんだけど、その分化していった様子というのを逆に進化をたどっていってあげると、ちょっとずつ変わっていったアミノ酸がどういう物性をちょっとずつ変えていったのかってことが全部分かってきます。で、これを機械学習でちゃんと理解してあげると、どういうアミノ酸の変化を入れたら、微生物に作らせる雲糸がどういう物性の変化になるのかってことを予想できるようになると。そうすると、伸びるものから強いものまで幅広いものを全部作れるようになるだろうということで、僕らはですね、まあ、これお金取らなきゃいけないんで、お金取るときには大きな数字を言わないとお金取れませんので、1000個やるということを、3.5 年で1000個やるというふうに言って、解析を進めています。で、ただ実はこれ結構ミッションインポッシブルに近いようなものでして、いろんなハードルが、あるんですが、まず一つには雲のゲノム、その遺伝子を探すためにはゲノムを読まなきゃいけないんですけども、先ほどクリスが言ってたように、安くなってきてて、人なんかだとですね、今1000ドルで読めるっていうんで、何万人単位で人ゲノム読んだりとかってすぐにするんですが、それは一回人の配列があるから、それをもう一回リファレンスとして使うことによって、新規なゲノムを安く読めるという部分があってですね、全く未知なゲノムを一から読むっていうのはやっぱり結構お金かかるんですよ。で、これを人と同じぐらいのサイズがあるものをですね、1000個読むっていうのは結構大変です。で、ただし、そういう大変なもの、頑張ったりお金をたくさん使えばなんとか解決できるものっていうのは、頑張ればいいんでなんとかなるんですけど、ミッションインポッシブルなところはですね、蜘蛛の糸の遺伝子というのがすごく変なやつ、なんですね。で、これ長さが普通の遺伝子の10倍ぐらいありまして、さらに悪いことに、リピート配列によって構成されています。で、今のミナヨンとかができる前のシーケンサーというのは短い DNA の断片しか読めなかったので DNA がリピートしているような領域というのは、読めません。
それはつながらなくなってしまうので、コンピューター上で、アセンブルという作業をして一本につなげようとしたときに、同じような配列がいっぱいあるとどこをどうつなげていいか分からなくなっちゃうので、長い DNA で読めないという問題があります。なので今何万人とかの、人のゲノムが読まれる時代なのに、クモ糸の遺伝子っていうのは、11個しか完全帳のものがDNA のデータバンクに登録されてないような、状況です。なので、これをやるっていうのはそもそも、不可能なんじゃないかというふうに、思ってたんですが、まあ、実際のクモ糸の遺伝子見ていただくとこういう感じになっていまして、もうなんか、リピートしてるのがわかりますよね。これ AAAGGGQ みたいなものが何個も何個も並んでると。でも、ちょっとずつ違ってるんですよ。でもこのちょっとずつ違ってるところが物性に効いてくるから、これを全部正しく知らなきゃいけないんですけども、まあ、これを、どう読むかという、問題に直面していて、これ、セルフアライメントするとこんな感じですね。リピートしてる様子がよく見えるんですが、まあ、困っていたところですね、このナノポアシーケンサーが、発達してきて、で、これを使えば、読めるだろうということで、今、それを取り組んでいます。で、ナノポアシーケンサー非常にいいことに、ほとんど完全にインプットした DNA をそのままその長さで読むことが、できますので、一番左にあるのは、50キロぐらい、つまり5万塩基ぐらいのDNA を、クモ糸が含んでいる領域を、丸ごと読んであげると、完全にですね、そのリピートしているところは四角に浮き出てきますけども、クモ糸を含む領域というのが読めています。で、また、先ほど宮本さんからお話があった RNA を直接読むこともできるので、発現しているクモ糸の遺伝子だけを取ってきてですね、その RNA を読むことによって完全長の、クモ糸を決めることができると。で、多少その精度で、決まりきらないところなんていうのは既存のシーケンサーを使って埋めてあげればいいので、まあ、こういったものを保管することによって、どんどんですね、クモ糸の遺伝子、こちら、完全新規な我々が読んだクモ糸の遺伝子ですけども、こういった、もう、気持ち悪い配列をどん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 決めることが、できるようになってきています。で、その7種類の遺伝子があるというふうに言いましたが、まあ、実は、ジョログモだと、権威糸の遺伝子は2種類あるので、合計で8種類なんですけども、この8種類の遺伝子を完全処理で決めることが、できるようになってきています。で、ここで大事なのは、僕らがこれと同時に物性のデータを全部取ってるってことですね。この物性のデータも強いとか伸びるとかだけじゃなくて、熱物性とか、水に対する物性だったりとか、様々なものを見てます。結晶化炉とかいろんなものを見ていて、この物性と合わせることによって初めて機械学習で、いろんなものを作れるようになると。つまり強い伸びるだけじゃなくて、熱に強いものを作ったりとか寒さに強いものを作ったりとかっていうものを考えたときには、そういった物性を網羅的に調べてあげることが、必要になってくるわけです。で、これを今データとしてもうほとんど全部取ってですね、今1000種類、解析を、ほとんど終えているところになります。で、そうしますと今人類が手にしているマテリアル、先ほど最初にお見せした図ですけども、のランドスケープが、大きく変わってきます。その鉄だったりとかですね、炭素繊維だったりとかっていうのは、まあ、非常にその強度が強いところで、ナイロンとかゴムっていうのは、非常に伸縮性が強いところで、このグラフのですね、X 軸と Y 軸に這うところのスペースしか人類は今まで使ってこれなかったわけですね。で、一部、タンパク質由来の、繊維というのも人類は使っていて、例えば、絹糸。蚕が作る、繭の絹糸というのは、タンパク由来の繊維で人類が、非常によく使っていて、日本が、非常に得意な分野でありますけれども、これはですね、意外と強いものは鉄に匹敵するぐらいまでの強さがあったりとかして伸縮性も高いんですけども、まあ、まだまだこの広大な真ん中のスペースのところを埋めるには至っていませんでした。で、そころが我々が今回解析したクモ糸の、1000個のデータをですね、この中に当てはめると、こうなります。もうこの広大な強いところから伸びるところまでほとんど全部を埋めるような、物性のデータというものをカバーできるような、データベースというものを我々は今持っていて、で、これの配列と物性が全部手に入っているので、今ここから機械学習でですね、そのデザイン原理というのを個別に、探していっているような状況です。で、まあ、ここで大事なのはもちろんですね、アルミの繊維に匹敵するような強さのものだったりとか、ナイロンとか、ゴムに匹敵するような伸びるものっていうのがあって、こいつらはそのまま応用できるものなんですけども、どちらかというとこの左下の、部分、つまり原始的な雲でそんなに物性が良くなかったものがどういうふうにこの右上の方に広がっていったのかっていうところのこの進化の過程の方が大事で、そこを追うことが僕らがデザイン原理を知ることにつながってくるわけです。で、ちょっと細かいですね、物性に関わるところっていうのは特許に絡んでくるのでお見せできないですけど、実は僕らもどこを変えたらですね、何倍のデータになるとかっていうのは内部では持ってるんですけども、まあ一例その無難なところをお見せすると、雲がですね、実は原始的な雲というのは徘徊性の雲でタランチュラとか巣を張らないんですけども、巣を張るような、雲に、進化していく過程で、
その特定の遺伝子の、特定のモチーフというものが拡大していってるようなことっていうのを相関として、見出すようなことは、見つけています。で、こういうようなことっていうのを各物性に関して今僕ら定量的なデータを、持っていますので、それをもとにデザインを、作っていくということを進めている段階です。で、ただ僕ら解析しているのは、クモ糸だけでは実はありません。で、他にもですね、ミノガのフィブロインというタンパク質だったりとか、コオロギのレジンとかっていうタンパク質を解析しています。で、なんで、こういったものを解析しているかというのは、例えば一つには、なぜミノガを解析しているかというと、ある参考文献で、クモよりもミノガの糸の方が強いということが言われていました。で、その参考文献が、こちらのデータなんですけども、この宇宙人とですね、動物の、遺伝子を使って戦うという漫画の、ストーリーの中で、このクモよりも強いミノガの、糸を使っている主人公がですね、活躍しているわけなんですけども、こんなこと言われたらクモをやってる研究者としてはちょっとたまったもんじゃないのでミノガの研究もしましたということで測ってみると、実はクモの方が強かったということが分かりまして少し安心しています。で、これは冗談みたいなものなんですが、それ以外にもですね、タフなマテリアルっていうのはそれだけで非常に応用性があるというお話をしましたけども、別にタフじゃなくても強いだけの素材が欲しい時っていうのはありますよね。例えばこういう机の骨格に使うようなところっていうのは、伸びる必要なくてむしろ伸びちゃ困るので強いだけで、伸びない方がいいと。あるいは別に強くなくてもいいけどもっともっと伸びるものが欲しいという時もあります。で、そういうふうに自然界を眺めてみるとそういう物質ってもうあるんですね。例えば僕らの歯、歯っていうのはこれタンパク質とカルシウムの複合材料ですけども、非常に硬いセラミックのような伸びないけども強いような素材です。で、そういったものというのは象牙だったりとか、面白いのはですね、イカのくちばし、これダイオウイカのくちばしは、歯みたいに強いんですけども、ほとんどカルシウム使ってなくてタンパク質だけでできています。なのでこれらは簡単に僕らが合成できるような、ものになります。あとはピラルクってアマゾンに住んでる7メートルぐらいになるような非常に大きなお魚の鱗、これアマゾンに行くとですね、お土産でピラルクの鱗っていうのを売ってて靴べらとして使うんですよ。なので大人が体重をかけても折れないような非常に強いコラーゲン由来のタンパク質の素材なんですけども、そういうようなものがあります。なので硬いだけの素材であったりとか、あるいは、伸びるだけの素材、レジリンっていう遺伝子がですね、のみとかにあります。で、よく雑学でのみが人間の大きさだったらジャンプすると東京タワーよりも高いみたいな話って聞いたことありますよね。で、その時に使ってるバネの、タンパク質っていうのがレジリンになります。なのでものすごくその伸縮性があるような合成ゴムよりも伸びるような、物質っていうのがあるので、こういったものというのを網羅することによってですね、自然界には175万種の生物がいて、絶滅したものを含めたらもっともっといるわけなんですけども、そういう生物のデザインに学んでどんな物質でも再生可能で、しかも生物の、僕らが使っているものを超えるようなマテリアルというものを、使っていけるんじゃないかなということで、研究を進めているところです。というわけで、これでこのお話は終わりますけども、皆さんだいぶこの入り口の、ブルジョーさんのオブジェを見るときに見方が変わってきたかと思いますけども、未来都市とちょっと機械のオブジェクトの融合というのは、実はこれ示唆しているもので、これからの未来都市というものを支えるものは、雲由来の新しいマテリアルであるというふうに考えて、これから、六本木ヒルズを訪れていただくといいかなというふうに思います。以上でございます。Very good talk. Thank you. 大変興味深いお話でした。Q&A は後でということでお待ちください。ではここでセバスチャン・コチオバさん、最後のプレゼンをお願いしたいと思います。さらに面白い話になると思います。植物から何が分かるか、その他のゲノムについて、それからナノポアの話も多少出てくると思います。Hi everyone. Hi. So, my name is Sebastian, and, I'd like to talk to you today. 皆さん、こんにちは。セバスチャンと言います。趣味として科学をやるということのお話をしたいと思います。1800年代、
紳士の科学の時代、お金持ちの人たちが一緒に集まって自然界の話をしました。そしてその中で自然を理解するそのプロセスを、その実験などを通して作ってきたわけですが、今では私たちは自宅でもそういう研究ができるようになりました。それも小さい子どもでもできるようになりました。ですので教育機関などに対してもうちょっと若い人たちが研究できるようにしてくださいと、普通の研究所ではできないようなものもさせてあげてほしいということを言いたいと思います。さて私は3人でやっているこのバイノミカラブのメンバーです。ニューヨークにあります。これは非営利企業です。そして教育カリキュラムをさまざまな年齢の子どもたちに向けに出しています。年齢は問いません。技術を学んであなただけが何も知らなかった、他の人たちは何年も知っている技術だったというものもあるかもしれませんが、要はまだ答えが見つかっていない小さい子どもが描くような小さな疑問、それから大人が抱くような大きな疑問にも答えられるようにするということです。そうすることで実験などを通して子どもたちへの疑問が科学界に寄与できるようにということをやろうとしています。また私はバイオハッカーでもあります。バイオハッカー知っている方いらっしゃいますか？何人かもいらっしゃるということで、こちらはバイオハッカーの家族の写真です。地球上のバイオハッカーが MIT メディアラボの方で集まって会議をした時のものです。社会、経済的な、経歴もそれから、学歴なども様々です。教授もいれば、配管校の人もいる、学生もいれば、もっと大人もいるということです。こちら植物です。私も植物大好きなんです。もう小さい時からずっと魅了されていました。触って口に入れたり、これだけ長く生き延びたのは不思議だと、後で食べてみたものは実は毒のある植物だったということも後で分かりました。でも、いろいろなパターンが植物には見られるということで私は、とても、興味を惹かれました。この植物皆さん、ご存知でしょうか。これロマネスコブロッコリーなんですが、フィボナッチスパイラル、から成り立っています。これも数学的な、そのパターンなんですけれども、よくスーパーでこれを見てどうしてこういう形になったんだろうと考えました。そして先生に聞いたり親に聞いたりしました。誰も答えてくれませんでした。でそれで私フラストレーションを感じました。それから構造、植物の構造、これ83メートルにも立つそのセコイアです。40人ぐらい並んでようやくぐるりとこの周りを囲むことができます。でもこの木の幹の中を毎日水がものすごい勢いで通っているわけです。その毛細管を通っていくのでエネルギー全く使わないで水が吸い上げられているわけです。全然エネルギーを使わずにそれだけの水を移送することができる、こういう技術をどこかで使えないだろうかと考えました。もう一つ私が魅了されたのはこれです。これ花なんですけれども、花の染色器になりますが、その色、本当に玉虫色の美しい花の色、どうしてこういう色になったんだろうかということを不思議に思いました。編集できるかどうかは知りませんでしたけれども、どうしてそうなったのかを知りたいと思いました。そこで私は自分で調べようということにしました。お金を貯めて、そして最初に顕微鏡を買いました。これは最初に作ったグラム染色をしたんです。7歳の時にやったと思います。でこの染色をして実際に構造を見えるようにしました。顕微鏡ではこの色がほとんどなくなってしまうので、ですのでその色をつけることにしました。それで初めて私目の前にこの細胞を見たわけです。細胞レベルへの生命を目の当たりにすることができたわけです。そこで私はまるで取り憑かれたように科学を自分でやろうというふうに考えるようになりました。ということで今現在これ私の親のベッドルームを改装した私個人のラボです。遺伝子工学をするためのもの、それからナノポアがあるので遺伝子配列も調べることができるようになりました。とにかく植物を理解するためのもの全てがこの部屋に整っています。使う試薬などです。これが粉ですとか塩ですとか、様々な生命を理解するものになります。私ジェネラリストなのでより大きな絵を理解したいと思いました。となりますとこういう生命体はどうやって生きているのか、
シーケンスを見たら何が分かるのか理解できるようにならなければなりませんでした。でこちらは細胞を培養しているところです。一つの細胞から植物を育てていくことができます。そしてそれをハッキングすることもできるわけです。私は政府からお金を得ているわけではないので、野生の動物、植物をこうやって育ててます。で犬もやってきて、はい、いろいろやりますので、そしてカール・セイガーが言うところの、宇宙船の中での実験のように部屋の中でいろいろ自由にやっています。でもこういうものはやはりツールがなければできませんということで、基本的なツールとしてどういうものを使っているのか、それで遺伝子工学をやっているということを説明したいと思います。まずこちら、皆さんこんなものを見たことがあると思います。クラウンゴールディディーズというアグロバクテリア、トゥマファシアスというバクテリアのせいでできるこのコブなんです。60年代の科学者たちは一体どうしてこの病気が発生するのか、バクテリアが原因だって分かっていましたが、そのメカニズムが分かりませんでした。ホルモンのせいではないのかもないのかと。それで一部この細胞のシグナリングが変わってこうなるんではないかと。しかし実は植物の中で遺伝子工学が起こっていることが分かったんです。でこれがアグロバクテリアムがどのように作用するかです。緑が植物です。でオレンジのものがバクテリアです。これは土壌にいるバクテリアなんですけれども、そしてバクテリアとしてもしポリフェノールというその植物の血液の匂いを嗅ぎますと、こういう情報のパッケージをつきます。そしてそれをストローのようなものを植物の中に入れ込んで、そしてペイロードを中に注入するわけです。この黄色いもの、これは核の中にその注入するためのガイド役をしています。ですので植物として今度はこのプラントを使って育っていくわけです。ですのでこの中にはバクテリアがたくさんいるわけです。寄生しているわけです。このバクテリアはこの木の中に。でこの発見から私たちはじゃあこの腫瘍を作るようなものにの代わりに別なものを入れ込んでやったらどうだろうかと考えました。古文ができる代わりに重要なバイオ分子ができるんじゃないかと。例えば人インシュリンですとかアスタキサンチンですとか、そういったものができるんじゃないかと考えました。でこの植物のハッキングをかけることでできるんじゃないかと考えました。こちら私の自宅で使っているジーンガンです。 JG1000 です。中国のノックオフ品として買いました。3000ドルぐらいでした。遺伝子工学の法律を9割はいろいろ回避して遺伝子工学を自宅でやることができます。タングステンにこれいろいろなものを入れて、そして葉っぱの中にこれを注入することができます。ショットガンのように注入するわけですけれども、細胞は生きているけれども DNA はその植物の中に打ち込まれるわけです。でこちら、最近発見されたクリスパーキャス9と言われるものです。これがキャス9のリボプロテイン、紫が RNA です。でこれは猟犬が嗅ぐ匂いのようなものです。でターゲットが何なのかそれを特定するわけです。それが核の中に入っていって、そしてその一部を切ることになります。ですのでミサイルがターゲットを狙ってそこを切るようなものです。で核の中に DNA が入って、でもランダムに注入されてしまいますので、どこということが普通はできないんですけれども、特定の場所を選ぶわけです。どこが一番適切しているのか、それをスクリーニングをしなければならないんですが、クリスパーキャス9ではそのターゲットをきちんと定めることができる、そういう技術になっています。でこちらがその一例です。リボプロテイン、から DNA をプラスミドに入れて、そしてプラスミドは植物の中にアグロバクテリウムを介して入っていきます。そしてそこで発現されて RNA とくっついて、そして DNA をターゲットにしていくわけです。でこの機械を使えば関心のある DNA をターゲットして、そこに何かを足したり、あるいはそこから差し引いたりすることができます。でその応用変です。最初に商業品として出たもの、左側上と下、これアルファアルファです。
アルファルファなんですけれども、こちら植物食べ物としても育てるものです。下にあるのが BT 特進、BT 毒性が発現したものです。BT という菌なんですけれども、古い菌でエジプト人がコンポストで作って、そしてトウモロコシにかけていました。ほとんど小麦だったんですけれども、当時は。そしてこのバクテリアは実は、タンパクが害虫を駆除するという役割を果たします。で私たちは直接その植物の中にこの BT を入れることにしました。ですので上の方はその害虫がどんどん葉っぱを食べてしまっているわけですが、下の方は害虫はこの葉っぱを食べた途端に死んでしまうわけです。上の米はビタミン A が入っている、そのカロテンが入っているゴールデンライスです。ゴールデンライス1が最初にできたもの、もうちょっと黄色がかったゴールデンライス2、2000万人ほどの人たちが毎年ビタミン A 不足で亡くなっています。でもこれは人道的にその問題に取り組もうということで開発された米です。そして下にあるのがアークティックアップルと言われるもの、変色しないリンゴです。アメリカで調査が行われたんですが、子どもたち変色した茶色く変色したリンゴは食べないという調査をしました。ということは食べられないリンゴがあるということは、衛生や栄養が不足する子どもが出てくるということになります。でその変色をする遺伝子を抜いたのがこのアークティックアップルです。でこれはアメリカであと数ヶ月で発売されることになります。ゴールデンデリシャス、私も試してみましたがけれどもとても美味しいです。一番最後のこちらのものはキックスタータープロジェクトということで、遺伝子をホタルから取ってそれを植物に入れようというものでした。いろいろ論争を呼びました。ここでは話しませんけれども、これは小さなビジネスのでから生まれたデザイナー植物です。その話を今日はしたいと思います。ということで今度は私個人のプロジェクトをお話ししたいと思います。これがビーフステーキトマトです。タンパクとそれから植物、1グラムあたり植物だとタンパク質が少ないということで、牛の遺伝子を取ってミオグロビンというものですけれども、その調理を肉の調理をした時に赤い血が出ますよね。それなんですが、それをトマトに入れ込もうと考えたわけです。アートプロジェクトでベーガンであるのかそうでないのかというそのプロジェクトだったんですけれども、私はこのミオグロビンだけを取ってトマトに入れました。ヴィーガンなのかヴィーガンでないのか、食食べ物の将来はどうなるのか、それからそのアートプロジェクトの一環としてやったものです。でこちらこれ実際に最初のミオグロビン入りのトマトです。 DNA はポジティブだったので、ちゃんと DNA が発現している、遺伝子が発現していることが分かりました。そしてもっとこのミオグロビンが濃度が高いものを作っていこうと考えています。でアートの学校だったので、もう一歩進めて製品ブランディングをしようとしました。マイオ、マイオトマトという名前なので、マイオのトマトスープですとか、こういうものを作ってみました。将来はこういうものが、タンパクベースの食品として売られるんじゃないかと思って、やってみました。で次が青い植物です。サントリーは世界初の青いバラを作ろうとしました。アプローズと呼ばれる花なんですけれども、ちょっとがっかりしました。ブルーではなく紫色になってしまったからです。でそこで私はこの青い植物を作ってみようと考えました。化学、化学を使うのではなくて、そしてたくさんの遺伝子が絡んでしまうので、タンパクでやってみようと思いました。クロモプロテインと言われるものです。この真ん中にあるそうです。これは熱帯の貝から取ったものなんですけれども、そしてそれを白いバラに入れてみました。でこういうものができました。遺伝子工学を使って合成したこのブルーのタンパクが出てきたわけです。これは染色したものではありません。一つの遺伝子でありまして、これをバクテリアの中で発現させることができます。次は今度は植物にこれを入れるということになります。次のものはもうちょっと論争を巻き起こそうですが、こちらはロラックスというドクター・スースの絵本は読んだことがあるでしょうか。
このちっちゃい動物、この魔法の木、トラフラトリーというものですが、それを守ろうとしています。アメリカの子どもたちが読む絵本の中で、これを守ろうという話です。で、私はこれを現実にしようと思いました。これでオーストラリアに行きました。で、オーストラリアグラスプラントというものを見つけました。このトラフラトリーによく似ています。で、 DNA、といいますか、その染色体の数を半分にすると葉っぱがどんどん細くなるんです。そして赤いクロモプロテインを入れるとピンクになります。ですので、まさにこのような植物を作ることができるようになるはずです。ですので本の物語上のものが現実になるというものです。次がもうちょっと論争を呼びそうなものです。これは、白雪姫を眠らせてしまった毒リンゴです。メラトニンというもの、リンゴの中にそれを大きく発現させて、一口食べたら、眠ってしまい、そして二口食べたら、意識不明に陥り、三口食べたら死んでしまうと。ですので、例えば、こういうものを、絵本の中から取って、物語から取って、本当に作って、そして飾っておくということはどうでしょうか。ですので、この絵本の中にあるもの、いいものだけではなく悪いもの、遺伝子工学で何ができるのか、プラスマイナス両方のものを見せるということ、そういう議論も必要だと思うからやることができるんじゃないでしょうか。さて、次が探査の世界です。誰が言ったかわからないんですけれども、こんな言葉があります。私たちはちょうど狭間に生まれた子どもたち、地球を探検するには遅すぎたし、宇宙を探査するには早すぎたと。でもこれは違うと私は思っています。遅すぎたということはありません。870万もの真核生物、地球上にはいますが、ネイチャーが2015年に出した論文によりますと、その8割はまだ未発見のものばかりだということです。まだまだ探して特定するべきものがあるわけです。まだこれら研究しようというインセンティブがないものばかりなんです。そしてたくさんある植物の中で、まだ137種しかシーケンシングは終わっていません。330万ほど分かっている種がある中で137しか終わっていないということです。2017年科学者として、そして人間として、この時代にこれしかできていないというのは本当に恥ずかしい限りです。メイソン先生もおっしゃっていましたけれども、シーケンシングのコストはどんどん下がってきています。劇的に下がっているので、私のような人間、アパートのベッドルームでもシーケンシングができるわけです。本当はこれは大学ですとか研究施設でやるべきものですが、自分の部屋でもできます。これはオクサリスストリクタという型紙の一種なんですけれども、どこにでもあるようなものです。東京でもサンプルを探してみようかなと思っています。で、なんでこれのシーケンシングをするのかと、一体誰が興味を持つのかと聞かれるんですけれども、葉っぱの形があのハート型していて綺麗だと思うからと私は言いました。これは本当に好奇心からシーケンシングをしようとしているんです。アイデアを持ったらば、その好奇心に駆られてやるんだったら、これでいいじゃないかと。とにかく趣味としての科学ですから。で、これはパジャマ姿の私たち、朝4時にシーケンシングをやっているところの写真です。世界初の自宅でシーケンシングをした植物です。さらに私たちは他の技術も使って、それからメイソン先生とも協力をして、このシーケンシングを進めていきたいと思います。で、これを基盤として、私たちがやったことの上に他の人たちがその上に研究を積み重ねていけばと思います。お金のためではなく、純粋に好奇心に駆られてやるということです。次は教育です。なぜ私がここに来たかと言いますと、やはりフラストレーションがあったからです。疑問への答えが見つからないからです。 Google で調べてもみました。すると、まだ答えは分かってないということが分かりました。でも科学は魔法ではありません。これはツールです。考え方を打ち立てるためのツールです。リチャード・ファインマンもそう言っています。ではどうやってその教育、それから研究のギャップを埋めることができるのか。子どもたちがいろいろ疑問を持っている、自分たちで答えを探すようにできるだったらどうしたらいいのか。これは科学の、アメリカの中学校でのクラスの様子です。70年間こういうことをやっています。そして、みんな答えが分かっていることを、この3人の子どもたちは実験をしています。子どもたちはこのスキルを学んでるわけです。何遍も何遍もいろんな人たちが繰り返す実験を繰り返すことで、そのやり方を覚えてるわけです。じゃあ子どもたちに疑問をぶつけてみたらどうでしょう。誰も答えを見つけようとしない、そういう疑問。私たち NPO なので、 DOI デジタル
オブジェクトアイデンティファイヤー、それをつけることができます。そしていろいろな研究開発を子どもたちにしてもらおうと、シーケンシングをし、そして代謝を理解するための実験をしてもらおうということになりました。子どもたちが高校や大学に入るときにもうすでに論文を2つぐらい書いているという、そういうふうにしてあげようというふうに思いました。ということで実験的にこの女の子ビアンカ・ルイスちゃんに会いました。ハッカ会議であったんですけれども、彼女はサイエンスフェアに出展するんだと言いました。じゃあ普通の実験をするんじゃなくて一緒に研究しようというふうに呼びかけました。本当の研究だよと言いました。ハッカーコンベンションで細胞の培養をしていました。で、先ほどの型紙の植物がいました。そしてこの子がこの植物何と聞きました。あんまり知らないんだけれども、そこら中に生えてるよと。でもあんまり知識はないんだよと、緑色だけれどもどんな餌を食べさせてるのと。じゃああなた自分でそれを調べてみたらどうと私は聞きました。どんな栄養を与えてるのかを調べてもらうことにしました。で彼女いろいろその専門的な話を10歳の子どもでも分かるように、そして12歳の子どもでも分かるようにというレベルにまで咀嚼して教えました。その結果こうなりました。サイエンスフェアのプロジェクトでこの型紙を温室の中で育てる方法を彼女は編み出したわけです。で彼女のデータを私は使って、私はさらに研究をしています。一緒にバイオアーカイブというジャーナルに論文を発表することになっています。彼女が第一のオーサーで10歳の子供です。なので、まあ、誰が科学ができるのか、それを変えています。どんなに小さな疑問でも大切な疑問だと、情報がそこから得られれば大切な疑問だと言えると思います。次はデザインです。私は植物に魅了されました。それが花のデザインにつながっていきました。どんなデイジーの花ですけれども、このような花びらの形が不思議だなというふうに思いました。でこの形態学を学びたいと私は思いました。上の左の花、これが野生種です。下は遺伝子を一つ組み込むことで花びらの数がものすごく多く増えます。どれくらいどこに花びらがつくかということをコントロールすることができるわけです。そしてこのペチュニア、この矢印のところ、ここだけ色が濃くなっています。別に化学物質が何かついているわけではなく、これ構造的な違いがあるわけです。この細胞の構造に違いがあるわけです。ですので構造のパターンがあるということです。で少しずつこの花の形や色をコントロールできるようになりました。これはトランスポゾンという現象です。トランスポゾンというのは遺伝子の中に飛び込んだり、あるいは飛び出たりする、いろいろなダメージを起こすこともありますが、しかしこのように色を変えたりすることもできるわけです。左が星空のようなペチュニアです。ランダムにこのトランスポゾンを遺伝子の中に入れることで、この色がこのように変わるわけです。ですのでその色の行動をする遺伝子に挿入したわけです。そして少しずつそのメカニズムが分かってまいりました。これが朝顔なんですけれども、このシーケンシングを通してどこにこのトランスポゾンがあるのか、どれぐらいの長さなのか、それが分かってきました。またどのように発現するかも分かってきました。ですのでパターンをコントロールできるように少しずつ近づいてきています。で今言ったこと、まあ、自宅で科学はできるんだと、10歳の子どもでも論文を書くことができるということ、そしていろいろなツールが誰でも入手できるようになったということ、こういうツールを全て子どもに与えたらどうでしょう、彼らの想像力に任せたらどうなるでしょうか。この本、私にとってのインスピレーションになったものです。これはコーデックスというルイジ・セラフィニの本です。世の中に存在しない言葉で書かれたもので、そして全然この世に存在しないような植物が描かれています。でもこういうクリエイティブなもの、もしかしたら生物学的に作り出すことができるかもしれません。もし
小さな子どもが科学を勉強しながら、そして花をデザインすることができたらどうでしょう。この花ピンクにして、そしてチューインガムのような匂いをさせるんだと、そういうものを組み合わせて本当に作り出すことができるとしたら、そのいろいろなものを作ることを学ぶ子どもたちを育てることができると思います。それをぜひ念頭に置いておいてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ではスピーカーの皆さん、15分20分しかありませんけどパネルディスカッションをしたいと思いますので前の方に来てください。それから会場からもご質問ご意見があればぜひ伺いたいと思います。どうも。デザイン、検出、あるいは収縮ということをほぼ全ての生物にできるように思います。まず先ほどの雲ですけれども、この美濃がもあるんだということでしたけれども、他にも昆虫として考えておくべきこと、学べるものはありますか？もう昆虫いっぱいありますね。いわゆる糸を出すもの、あるいは魚でも繊維を作るものがあります。水の中で、これをその虫などを捕まえるトラップに使うものがあります。ということで、生物何らかの構造的なタンパク質を作っているので、それは活用できるんじゃないかと思います。植物もあるということですね。植物でも他にも構造的なあるいは物性ということで学べることがあると。ではぜひこれも取り込めたらなというウィッシュリストはありますか？ツタですね。例えば家、ツタが同じ方向にしか行かない、そしてそれによって、例えば竹が育つのと同じぐらい2週間で家ができちゃうというのはすごくないですか？構造的には、これはもう聖杯のようなもの、すなわち植物で建物ができる。例えばセコイアというのが1メートルということになれば部屋ができると。でナノシーケンサーということで素晴らしい今技術レベルにあるということですけれども、ある時コードンクライブに E メールを送ったことがあります。ナノポーを、この火星まで持っていくと7ヶ月の寿命だそうですけれども、このソリッドステートポアということも言われている、すなわち生命、他の天体の生命あるいはその海の中でも使えるようなものが今考えられるということですけれども、どれくらいの寿命なんでしょうか？そういう質問はカスタマーからもいろいろと受けているんです。で、いろいろなチームが今やってますけれども、これはこの装置あるいは消費財ということだけではなくて、いいニュースがいずれ出てくるというふうに思います。他にどなたかコメントありますか？一つできること、このリサーチトートグレードというのは、この、環境がその全く水がなくなった時に乾燥しても生きていけるという生物なんです。で、そういったものをタンパクベースのもので、例えばナノポアで膜ができれば、何ヶ月にもわたってあるいは何年にもわたって、この保持していくということができて宇宙に持っていけると思います。そうですね、そういった種からは、例えばその ISS の外バシラスバミラスなども含めて、実は昨日もこれ出てきましたね、このオゴタベアから学べる点ということで、それから放射線というのも大きなものですね。この宇宙に出ますと放射線の問題があるということで、先ほどその宇宙飛行士そのものをその遺伝子を変えることによってその耐性をつけるということをおっしゃってましたけれども、ただ倫理的な問題もありますよね。
倫理上できないということもあると思います。例えば火星にまで人を送るということになって、頑張ってね、死なないことを願ってますよというのではあまりに無責任だと思うんです。あまりに残酷でしょう。これは反倫理的だと思います。なので機械的に、例えば電磁的に守るということをするならば、遺伝的に守るということも宇宙飛行士に対してはすべきではないかと思います。ただそうなるといろいろと影響は出てくる。人ゲノムを、このレベルで、制御してしまうということになると今度戻れないからです。ただ人の他の天体に送るもうすでに、その全然違うところで、このコロニティをされているということになりますので、おかしくなっても少なくともそこの人たちは残るということになります。でリスクの問題にセバスチャンも言っていましたけれども、こんなことができるんだといういい面もあるけれども、おかしくなる点も忘れてはならないと思います。パネストの中で例えばスーパーバグとか、あるいはそのバクテリアを兵器化する細菌兵器など、他に何かリスクはありますか？私が心配しているのは、こういう技術がなかなか採用されないということです。皆さん、インターステラーという映画をご覧になったでしょうか。宇宙の部分、重要ではありません。農家が娘を、農夫が、まあ、娘を愛して宇宙に送り出したいと思っているというところなんです。そしてそのストーリーの一番、中心的な部分は、実は地球上に病気が蔓延する、なんとかワームホールを作って別な銀河にまで飛ばなければならないという事態になるわけです。でももしかしたら今そういうエピデミックが起こると、まあ、例えば植物の世界で起こると、そして研究が十分スピーディーに起こらないと。ですのであまり恐れすぎるのは良くないと思います。映画の中でもこんなシーンがありました。注意しすぎる時間はないと。そういう事態に私たち見舞われることがないように願いたいと思います。教育を通してもしかしたらオッズを変えて、そして新しい技術を注意深く適用して、そして研究者の数もどんどん増やしていくことが方向に動けばと言います。おすすめることがないようにと願っています。他に心配していることとか何かありますか？ゲノミクスについてはこれはゴールだというふうに言っていますが、私たち今やっていることはこの AGCT の行動を読んでいるだけなんです。でそれぞれの改変のベースについては何も見て分かってないわけです。この雲の糸についても、もし一つアミノ酸を変えたらどうなるのか、構造がどのふなふうに定量的に変わるのかまだ分かっていません。まだまだ理解をすることが必要です。一つ一つの、ヌクレオジドの中を理解しなければなりません。人間の病気についてももっと定量的にきちんと把握することが必要です。研究の初めの頃、まあ、小さな疑問から始まっています。まあ、とにかく興味がある、好奇心というところがスタートポイントです。でそれが大事なことではないかと思います。どれぐらいお金が稼げる話なのか、どういう成果があるのか、それは関係ないんです。やはり、モチベーションを持って好奇心を失わないことが一番大事なことではないかと思います。子どもたちに教えるのはとても難しいものでありますが、サバシャの話を聞いててそう思いました。何に興味を持つのか、自分の心から出てくるもの、それが大切であって、そしてそれをもとにしていろいろ研究をすると、大きなことでなくてもいいんです。一歩進むだけでも違うと思います。子どもたちにそういうことをするチャンスを与え、それからツールを提供して科学に一歩近づく、これはとても大切だと思います。私たちの周りでは常にいろいろな科学が行われているわけですから、10歳の子どもがその第一執筆者になったというのはとてもいい例だと思います。では皆さんにちょっと2つ質問を投げかけたいと思います。1つ目、ナノポアシーケンサー欲しいという人いますか？無料であげるよって言ったら欲しいという人いますか？はい、2つ目の質問、蜘蛛の糸で作ったネクタイ欲しいという人いますか？遺伝子的に作られたお花、セバスチャンさんが作った花飾りたいという人いますか？
はい、ということで今度はじゃあパネリストの方々に何か質問がある方、彼らの研究についてあるいはその他の技術的なことでももし質問がありましたらあと5分か10分ほど時間があると思いますのでいかがでしょうか。How many people want to go to Mars? 火星に行きたいという人そんなにいないですか。地球の方が綺麗でしょうか。戻ってくるフライトもあるんでしょうか。いえ、行ったっきりになると思います。大変素晴らしいプレゼンテーションありがとうございます。それからセバスチャン、バイオサミット来ていただいて本当にありがとうございます。いろいろな懸念があるという話をされていましたのでもうちょっとそれを深掘りしたいと思います。ここ私はみんなテクノユートピアを思い描いている人間ばかりです。私ヨーロッパから来てます。オーストリアから来てるんですけれども GMO という一言言うだけでみんな逃げてしまうそういうところです。日本ではどうなんでしょうか。アメリカではどうなんでしょうか。少しずつ、受け入れられてきてるんでしょうか。より良い、その未来に向けてどうしたらいいんでしょうか。個人的には、もう盲目的に何でもかんでも受け入れるということはしてはないと思います。やはり懐疑的に、取り組むことが必要だと思います。でも真実を嘘の中から発見するとそして、批判的な考え方をするということが第一歩だと思います。技術がプラスになるのかあるいはプラス面の方がマイナス面より大きいのかどうか、を、考える一歩だと思います。発言性ということが問題になるわけですけれどもでもこれは大丈夫だということあるいはこれはダメだと思う人その人の考えと変わるのは変えるよく言われてるんですけれども電球を変えるのには心理学者何人必要かと一人でいいんだけれども電球が変わりたいと思わなくちゃならないというジョークがあります。同じです。ということで事実をベースに教育啓蒙をする意見はそれぞれ持ててもいいんですけども事実は変えられないわけですからこれは絶対にかなり確信を持って正しいと思うのであるならばそれは発信していくべきだと思います。例えばとんでもない考えを持っている企業が出てきてればそれはダメだとそれを例えば流行とどうこの切り分けるのかシリコンバレーというのは何でもこの受け入れられるでそれをどう分けるかといえばそれは教育だと思います。 GMO 日本はどうですか。ほとんど食品関連で考えますね。すなわち食べるものに大変みんな神経質です。で GM というのはバクテリアを多く使います。インシュリンというのはほとんどもう今ではそのイコライでできているというふうに思います。ということでそういったバクテリアを作るのに GMO を作るというのは受け入れられると思います。ですが食品で GMO を作るということはみんな神経質になる。例えば砂漠化砂漠の緑化ということに使うというのは OK と考えられている。これは不安よりもその便益の方が大きいからと。日本では例えば豆腐を買うと必ず GMO は使ってませんと遺伝子改変大豆は使っていませんということを言っています。ということで日々触れるとその懸念は増えていくと思います。ただセバスチャンが言ったようにもっと学ぶということが必要だと思います。どうしてこういうことが言われるのかなということを知るということになります。ゲノミクスについてもっと知る、単に怖いと言っているだけではなくてどうすれば活用できるのかということで考えるべきではないかと思います。もしかすると思っても見ないことが起きるかもしれない。でも正確な知識があればそしてリサーチャーと、一緒にやっていけばそして会社に丸投げするというようなことをしないならばすなわち会社からの情報というのはもしかしたらばバイアスがかかっているかもしれないということを考えつつ見るならばそのインターネットの情報も丸呑みするんではなくて鵜呑みにするんではなくてそしてそれをただその避け続けるのではなくて活用するという技術というのはいいことがたくさんあるわけです。技術を恐れるということではなくて理解し一緒にやって一緒に住んでいくということをすれば共生をしていくということをすればいい未来になると思います。はい、一つだけ、この私投資リサーチャーでバイヤー
下のスペースが東京でもある。宮本さん、一緒にやっていくおつもりはありませんか？そのメニューについて。後で結構です。この科学の民主化ということを今やっています。みんなその進出できればいいというふうに考えています。それを置いといてして、一つ考えていたのは、キッチンでラボを持つということでは、例えばお醤油はどうかとか、そういうキッチンの中で知りたいことはたくさん私もあります。他にご質問はありますか？If no questions, I think we're right at the time. もし質問がなければ時間切れになって、なったところかと思いますので、パネリストの皆様どうもありがとうございました。皆様ありがとうございました。メイソン様、宮本様、荒川様、小塩場様、ありがとうございました。どうぞ皆様、今一度盛大な拍手をスピーカーの皆さんにお願いいたします。